あ、もしもし、太郎ちゃん？いや、あのさ、いっつも留守なんだけどさ、そのネタさ、ガセなんじゃないの？住所とかちゃんと確認した？え？あ、ごめん。ちょっとか、後でかけるわ。なんだあの人、随分深刻そうだな。何書いてんだろう。これってあれだよね。え、そういうやつだろ。あれ、やばいやつじゃねえの。おい、マジかよ。やめろ！やめて！やめろって！誰か！誰か！ちょっと、火事ですよ！おまわりさん！泥棒ですよ！ダメ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 ！それ絶対ダメ！後悔するって！死んだらダメだって！あ、転んだ？転んだ！よし！神様もやめろって言ってんだよ、きっと！スラムダンクじゃん。なんだよお前、いいやつじゃねえかよ。 一回落ち着けよ、それ読んで。 あ、しかも25巻じゃん。グッドチョイス。 三能線の超面白いとこじゃん。いいぞ、読め読め。 な、いいよな。みんなビビって夜風当たりに行くんだよな。安西先生がみんなに葉っぱかけんのもたまんねえよな。断固たる決意が必要なんだってな。面白かっただろ。もう死ぬなんてバカなこと考えるのやめろよな。まさか。だよなぁ。そうだよなぁ。続き読みたくなるよな。そのまま31巻まで絶対止まんないよね。ありがとう、安西先生。ドリブルこそチビの生きる道。ダッシュ。リバウンドを制する者はゲームを制すんだっつってよ。かっこよかったな。パシパシ。よし。よくぞ走ってたぞ、三井なんつってさ。あ？ミッチー？